ビマ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。本日は長野県長野市柳原国道18号線沿いにありますクライマックスさんに来てますということでね、平天くん初の長野県上陸ということでね、まあ平天くんツアーという番組撮影ではお邪魔してるんですけど、平天くん撮影では初めてということでね、長野県制覇でございます。まあね、どうせ制覇するんだったら買っちゃおうじゃないのということで、早速行ってみたいと思います。入店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 、やってきました、クライマックスさん。それでは早速店内のデータを見に行きましょうということで、すごい、まずこの下見て、なんかかっこいいね。なんか恐れ多くてちょっと歩くのがねもったいない感じですけど、まあね、ちょっと ART のデータなんかを見ながらね、ちょっとお店内回っていきたいと思います。番長、番長、71ゲームか。71はちょっと打てないな。なんか面白いのないかな。ないね。流行り ?71 でやめんの。すごい。リングにかけろ。信頼入っております。さすがスロット専門店。やっぱね、信頼は入るね。コードギアス。すごい。液晶3800万円オーバーだけど、もっと出てんじゃない？ねえ。ドル箱は1,2,3,4,5,6,7,8,9 9ってことはまんまに出てんのかな。あざす。フレアの表面あるノーマルタイプだね。シンデレラブレードすごいよ。3000枚オーバーね。3700枚、もうちょいで4000枚頑張っていただきたい。あ、ドンジャー祭りあるね。これどうなの。17、あ、すごいね。ビッグ5のレグ17、レグは12で2000回転なんで、 ART 込みじゃなくて122分の1ということで、どんちゃん打っちゃう毎回打ったけどね。あざす。向こう行こう、向こう。 ART 55、バジリスクもいい感じだね。こっちも見ていきましょう。で、床を見ていただくと分かるんですけど、左が半分が5円スロット、右が20円ということでね。右か。ジャグラーコーナーを見ていこうか。ただな、前回ジャグラー打っちゃったかな。まあジャグラーで、あ、どうもどうも。スロット専門店ということでね、前回平天くんツアーで来た時はこちらの走れメロス走れメロスを打ってね、ちょっと周期抜けちゃったんでダメだったんで、その後にソーラーセブンなかなか打てないよということで、今回はね打っちゃったんでね、前回違うの、違うの打ちましょう。まあ、こっち来ちゃうとクレアになっちゃうよね。クレアで、クレアで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということでね、大東技研さんのね、クレアの氷殿、始まりの扉と太陽の石、行ってみたいと思います。まあね、こいつで当てたい。もうジャグラーとかね、当てまくってっから。たまにはね、違うので、行ってみたいと思います。お座り一発チャンス。ダメだね。お、え、お隣さん持ってるんだけどね。ダメだね。お、修行ミッション。えい、あ、ちょっと怖いこと。やっちゃう。ダメだね。お、すごい。お隣さんボーナス。羨ましい。やばい、追加倒し残念。どうしようかな、どうしようかな。頑張るか、頑張ろう。あ、これジャンスか。あ、リプレイか。
何やこれ分かんない、初めて聞いたから。これですね、なんだ前やろ、バトルでございます。あダメだった。お、チャンス目。さあ。行っちゃうのか。危険って書いてあったよ。はい。ダメだった。マジか。まだ？正解です。あーすごい。頑張れた。すごい。隣面白そうだ。ニコがもっと行けばいいのに。あ。あ終わっちゃった。あリベル。これはいいですよね。何やってるか。あかなでやってこうか。あ、ベルだ。ベル。胸、胸。ごちそうさまでした。俺が打ってる間に3回も、3回もボーナス。すごいねー。持ってる。俺持ってない。じゃあじゃあ、36枚。はい、実戦終了。実戦終了。胸。ということで、今回ヘイテン君が打った騎士は、大道騎剣さんの、クレアの秘宝伝打ちまして、投資枚数が200倍の使い切れなかったコインが36枚ということで、マイナス164枚です。せっかくのね、長野県初のヘイテン君撮影なのに、勝つことができませんでした。すいません。いやね、そうだったね、お隣さん。俺が打ってる10分間ぐらいでね、3回も。3回もボーナスあってね、レギュラー1回のビッグ2回、なんでもこの車がそうらしいです返さねえぞ畜生ということで、そんなもう今日で多くの方に今ね来ていただいてるんですけどね、本当にこんな素敵な皆さんが集まっちゃう。こちら、クライマックスさん宣伝をちょっとだけ。10月のですね、新台導入紹介ということでね、筋肉マン、トロピカーナ、あとはですね、マイジャグラー2、あとはガレイ、そして2027リバイス、ね、こちらの方が導入予定となってますんでね、詳しい情報は PR とまたはメール会員になってね、情報をゲットして、ぜひこちら、クライマックスさんに来ちゃってください。あとですね、あの P マートの撮影がですね、ご覧の日程で決まってますんでね、あの店内にカメラが入りますんでね、皆様のご理解とご協力の方、よろしくお願いいたします。ということで、今回僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き親の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。えいえい、返さねえ。